はい、まずはこれです。 EOSKIS X4 ダブルズームキット開けてみたいと思います。どうなってんのかね。ここにシールが、丸っこいシールがついてますよ。これ結構重いんですよね、箱が。ここずっしり、こう、これとこれがついてるよという。後ろこんな感じです。なんでここ穴開いてんだ、これ。底がこんな感じですね。上がこれ、こういう感じです。開けました。で、なんかこういう感じになってますね。ガッタガッタ。お、なんかこうバッサ開きますよ。バッサって開きましたよ。開いたよ。で、これがこう四角いのが出てきた。四角いのが出てきた。お、これが、これが、EFS55-250、望遠ズームレンズですね。で、ここに、あーあったね。こういう感じで。これがこう入ってたわけです。こうなってたわけです。こうなってたわけですよ。これがこうレンズが1個ついてて、で、これがあの標準だって、標準レンズキットですね。こういうことになってたんですね。ダブルズームキットっていうのは、この標準レンズキットにこれを1個つけて、また別の箱に入れたっていう。ただそれだけのものなんですね。標準レンズキット買うと、これがこう、このままもらえる。このまま、また新しい箱出てきちゃいましたからね。これはレンズでまた別に入ってると。じゃあちょっとこれを開けてみましょうか。よいしょ。この箱を開ける前に、純子さん、こっち来たいでしょ。こっち来た。はい、開けます。開けましたね。保証書ですね。保証書が入ってます。なんかいっぱい入ってますね。まずはなんだこれ、なんかディスクが入ってます。こうした方がいいのかな。これ説明書かな。説明書、マニュアルで、こうするとこれ白くなっちゃって、ここカッカッて開ける。おお、見えましたね。ストラップがここへキャンキャンって書いたストラップが出てきました。で、これが、コードですね。何をつなぐコードなのか分かんないけど、コードが出てきました。そうするとこう、わー、このプチプチがここへ入ってるぞって感じですよね。じゃあまずこっちから。これは多分これレンズですね。こうしようか。こうしようか。こうしようかね。こうやって。これレンズ。これこう普通に出しちゃっていいのかな。これ。おー、なんか開けていいのか。レンズの取り扱い方がちょっと、いまいちわかんないんですけど、これは、おー、出てきたー。レンズですね。レンズ。綺麗だなー。出てきましたね。こう置いておきましょうか。で、次。じゃあこっち、長い方を開けときましょうか。お、なんか、このビニールの、なんか卵パックみたいな、巨大な卵が入ってるみたいな感じで、これで巨大な卵だったらへこみますけどね。お、なんか卵みたいになってますよ。で、これなんか説明書が入ってます。はい、はいよー、はいよー。おー、このね、包まれてますよ。おー、出てきたー。あー、こんな感じですね。こういう感じ。 18mm から 55mm、 これ 55mm から 250mm、 こんな感じです。ずっしりしてますね。この
ベンツっていう感じの重さですよ。しかもここに見えるのかな、こう氷結がこうちょうどこう入ってくるっていう、いいじゃないですか。こんな感じですね、レンズと氷結で、これです、バッテリーと充電器がここと、これなんだ、 USB ですね、 USB ケーブル、もううちに腐るほどありますね、こうで、出てきましたよ、本体。あーい、もうこの箱はいいですよね、こうやってでした。おーい、おーい、本体、おーい、おーい、おー、なんかこの包まれてるこのレンズのやつは、これこの包まれてるこのなんか和紙みたいな糸がこうファッファってなってる感じが、こう本体だって感じですよね。わーわー、出ました。あ、そうだ、つばかけちゃいけないんだ。きれいだな、こんな感じです。落としたらいいかい。で、忘れてたんですけど、今あの液晶にあのフィルム貼らなきゃいけないので、ちょっと今貼ります。よいしょ、これプロガード AR。 あ、そう、ホコリ払うときはこれじゃないか、白馬ブロワープロ、出たジェット大輔さんもやってました、これこうですよ、こうやるんですよ、パソコンでも使えますよ、これプロガードですもん、プロなんですよ、アマチュアじゃないんだよ。2枚入り、おお、2枚入ってる、良心的ですね。シールをつまみ、台紙となる離型フィルムを剥がします。貼れるかな、緊張するんだよな、これきれいに貼れた。ヘラってないんだ、ヘラって入ってないんだ、空気を送り出すんだよ。あー、きれいに貼れた、貼れました、よし。で、まずどうしたらいいんだ、これはちょっと片付けようか、こうやって今これを貼っつけた、これもう一枚入ってるからね。